プール専門メディアが報道、久保建英のリバポ移籍は最終局面に。リバプールは、レアルソシエダでプレイする日本代表の久保建英を獲得するために6500万ユーロのオファーを準備している。ランシングザコップに久保の記事が出たな。ソースは相変わらずスポニチだが、年俸以外は否定はしておらずむしろ肯定的。これ、ひょっとするかもな。反応は様々ながら、リバプールの地元メディアは続々と引用報道してるけどね。ソシエダに残るのはもったいないからね。ここがチャンスだよ。ユーロのおかげでリーガで通用してるウィンガーの価値がめちゃくちゃ上がっただろうし、リバプール以外も来るよこれ。ラリーガが2日前に久保のベストプレー集上げてるけどお別れ告げてんの？メリーノのも上がってるし。8億円も割増ししてまで分割で払うオファーをした理由は、まだ選手を誰も処分してなくて資金繰り の問題があるみたいだがライバルに先んじてオファーを出したかったかららしい。これはマジですね。一応年俸以外は信用できる。海外メディアもそんな感じで報道してるっぽい。ちなみにスポニチから第二の矢が来てるよ。久保の代理人が現地入りして交渉は詳細を詰める最終段階を迎えているらしい。比較合意の可能性があるって。最初剥がせねたかと知ったけどどうやら本気らしい。リバプール久保はワクワクが止めまらないな。パラシュート久保誕生で草。ロマーノがツイートするまで待とうか。